この番組はデジタル読書ブックライブの提供でお送りします。皆さんこんばんは。電子書籍のホットな情報を月に一度お送りいたします ebook tv。 2013年年が新しくなりましてリニューアルしました。メインキャスターはともさんからバトンを引き継ぎまして、私アナウンサーの津賀康明がお送りします。よろしくお願いします。でこの番組には欠かせない解説はおなじみこの方です。電子書籍専門メディア IT メディア ebook ユーザー編集長西尾泰造さんです。よろしくお願いします。はい、ニコニコ生放送そしてユーストリームをご覧の皆様こんばんは。 IT メディア ebook ユーザーの編集長をしてます西尾です。この番組2013年7回目を迎えて、今年も電子書籍業界のホットな話題をお伝えしていきたいと思いますので、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。さあ続いてこちらもニューフェイスです。アプリソムリエでタレントの長谷川舞さんです。よろしくお願いします。はい、アプリソムリエの長谷川舞です。よろしくお願いします。はい、私は電子書籍の初心者なんですが先輩方に教えてもらって達人になれるように頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。なんかこう花を添えてくれる感じですね。よろしくお願いしますさあちなみに、ブックライブの古橋さんのファンの方も多いと思うんですが、ちゃんとスタジオにおりますので後ほど登場してもらいます。では皆さん最後までどうぞよろしくお願いいたします。さあメンバーが変わりまして、西尾さんもいろんな意味でドキドキされてるんじゃないでしょうか。はい、すごくこの番組今回どんな風になるのかって、ね、すごく本当ドキドキしますね。長谷川さんは、はい、読書好き。はい、そうですね。最近は吉田修一さんが大好きで、吉田修一さんの作品ばっかり読んでます。はい、電子書籍はどうですか。電子書籍はまだ使ったことがなくて、でもこの番組をやるってなってiPad mini を買いまして。お、はい、買ったばっかり。それで、はい、昨日宇宙兄弟の読みました。あ、もう早速読んだんですか。はい、使い勝手はどうでした。楽しかったです。楽しかった。新鮮な感じで、この番組にまさにぴったりで一緒に勉強していく感じですね。はい、よろしくお願いします。私津賀康自身も電子書籍まだ使ったことがないんですよ。なので同じ気持ちなんですが、本は大好きなんです。でね、特に好きななぁと思う方をちょっと一個持ってきたんですけれども、折れない心を作るたった一つの習慣っていう本なんてとても好きでして、で終わった後にいつもこう読書ノートっていうものを自分で作って書いてるんですね。すごい。忘れやすいので、どういったことをこの本は書いていたかとか、字が汚いのが遠目からで結構ですのでご覧ください。でちょっとずつ書いて読んだ後の感想などもつけている。素晴らしい。本当にアナログアナウンサーですので、どうぞ皆さん長い目で見ていただければなと思っております。電子書籍に関しては私も長谷川さんもビギナーですけれども、はい、そんな方でも楽しめるようなコーナー最後にあるんですよね。はい、そのコーナーは私が担当するのでお楽しみに。はい、さあ皆さんからのコメントやツイッターもお待ちしておりますが、まだまだ電子書籍ビギナーですので、どうぞお手柔らかなものをのみを歓迎して受け付けたいかななんて思っております。よろしくお願いいたしますまた聞きたいことや特ダネの情報などもぜひお寄せください。ツイッターでコメントをいただくときはハッシュタグ ebooktv を忘れずにお願いいたします。それでは本日のラインナップはこちらです。注目のニュース深掘り解説、西尾さんとともにお送りします。書籍コミックランキング新刊ピックアップ、ここでブックライブの古橋さんの登場です。編集特集、2013年はここを抑えろ、
電子書籍業界大予測、ジャーナリストの松本敦史さんをゲストに迎えお送りします。そしてマイマイの電子書籍始めましたのミニコーナーで締めくくります。話題満載の1時間どうぞ最後までお付き合いください。では声を揃えてまいりましょう。リニューアルしました ebook tv スタートです。注目のニュース深掘り解説です。このコーナーでは今電子書籍市場でホットなニュースを西尾さんに深掘りして解説してもらいます。では最初のニュースです。 Amazon オートリップは無料電子書籍の先駆けか。こちらは Amazon が発表した CD を買うと無料の MP3 データを提供するという新音楽関連サービスが電子書籍にも将来的に適用するのかということをコラムとしてまとめたものなんです。ちょっと難しい言葉が並んでおりまして私津賀康も理解するのに2時間ほどかかりました。そんな視聴者の方のためにもちょっとですねアナログですいません。フリップを用意しましたので一緒に勉強していきたいと思います。Amazon が始めました。まずこの新音楽のサービスオートリップというものどういったものか。まず人が CD を買います。お金を出して CD を購入します。ここまでは通常流れですね。 CD を買うときにおまけで MP3 データという音楽のデータもついてきます。つまり家で音楽を聴くのみならず、携帯端末などでも音楽を一緒に聴くことができるといったサービスなんです。さあこれをもし電子書籍でも無料で Amazon が配信するようになったらどうなるのか。あくまでも推測仮定の記事ですけれども、ちょっと曲がってます、お許しください。大丈夫かな。はい、無料電子書籍になったらどうなるのか。まず買うものが CD から本になります。これ紙媒体、お金を出して本を買います。でこの方ですね、電子書籍の端末も持っているんです。その時は電子データももちろんお金を出して通常は買わなくてはいけないところが電子書籍電子版もタダでついてきちゃう、一石二鳥、こういったことが将来起こりうるのかといった記事なんです。西尾さん大まかに説明合ってるでしょうか。はい、もうなんか今すべて言われてしまって何を一体私話せばいいんだっていうぐらいのところなんですけども、わかりやすい、うん、すごくわかりやすいだったなと思いました。はい、ちょっと補足させていただこうかなと思うんですけども、はい、そのアマゾンが今月ですね発表したそのオートリップというサービス、まだこれ米国限定のサービスになるんですけども、で先ほど津賀康さんがおっしゃられたようにその電子書籍にもこれが拡大するのかというのはまだ全くアマゾンも別に何も言っていないので、全く未定のお話なので、妄想の記事というふうな捉え方をしていただきたいんですけど、非常に夢があるサービスというか、ユーザーからしてもあこれいいじゃんという思えるサービスだなと思うんですよね。なのでできればこれをぜひ日本でも早々に電子書籍版をやってほしいという期待が、ebook ユーザー的にも非常にすごく期待しているんですけども、一つちょっと注意しておきたいのはですね、仮に例えばこの記事でも書いてあったんですけども、こういう無料のサービスが本を紙の本を買ったら電子書籍がついてくるっていうのができるとすればですね、それはどこの出版社のものかっていう問題があるんですね。で今アマゾンご存知の方も多いかと思うんですけども、アマゾン自身が出版社の機能を実は持ってるんですね。アマゾン一般的には小売りの企業というふうな理解をされるんですけども、自分たちでその出版レーベルっていうんですけども、出版レーベルをいくつかもう7つぐらい持っているのかな、持っていていろんなタイトルを彼ら自身が出しているんですね。でそれを、このオートリップのサービスと同じような概念でやることっていうのはすごく現実性があると思うんです、でもこれを例えば国内 その出版社であったりとか他のところですよね、が同じことをやれるかというと、なかなかそれは道が遠いのかなと思っているので、まずはでもきっかけとしてこういうのが始まると、
業界に対していいプレッシャーにはなるだろうなと思うので、いや大変な動きが加速しそうな感じがしますけど、でも長谷川さん的には嬉しいですよね、はい、お使い手としては、ね、なんか気に入った本って自分の手元に取っておきたいじゃないですか、だからすごいなって思います。可能性は何パーセントぐらいあるんでしょうね、西尾さん。その米国でそのアマゾンが出している本の紙版を買えば電子がつくっていうのは割とあのすんなりといけるんじゃないかなというような気はしますね。そこがどこまであの一気に普及するか、日本でも始まるのかどうかっていうところをまあ注目いただければいいんじゃないかなと思います。アマゾンの今後の動きにもぜひ注目して、また番組でもお伝えしていきたいと思います。さあ続いてはこちらのニュースです。 Kindle 初の日本語漫画から3年、電子書籍漫画はどう変わったのか、梅小沢貴博氏のインタビュー。こちらは漫画大賞で去年2位となりました、大東京トイボックスなどの作品で知られる漫画家夫婦ユニット梅の原作担当小沢さんへのインタビューの記事をお送りしております。さあ西尾さん、これはどういった内容でしょうか。はい、あのこちらのインタビュー記事は非常にちょっと長いあの構成で作らせていただいたんですけども、ええ、まああの読んでいただいた方が早いなと思うので、あえてここであの詳しく語ることはないんですけども、まあ、あの梅さんというその漫画家さんですよね、がその今電子書籍でどういう取り組みをしているのか、これあの私たちから見ていても彼がすごくあの熱心にその電子書籍の業界で新しい動きを起こしているっていうのが伝わってくるので、まあ、あのこうやって記事にさせていただいたんですけども、このインタビューを読んでいただくと非常に中にはあの参考になるお話っていうのはたくさんあるんですね、はい、あとはまあその編集者にとっても、例えば昔の編集者っていうとですね、いろんな魔法があったと、あの小沢さんはこのインタビューの中で言っていてですね、まあ、それが現代ではいろいろ通じなくなってきているっていうのがあってですね、でも新しい魔法も生まれてきてるよねっていうことをお話しされているんです。なのであの、まあ、それ以外にもその電子書籍に向いた作品の作り方であったり、彼が今一番取り組んでいるのはそのキャンプファイヤーというクラウドファンディングという仕組みがあるんですね。クラウドファンディングで簡単に言うと、ファンからお金を直接いただいて何かリターンを返すようなものなんですけども、梅さんの場合は、続編ある作品の続編を作るために、まあ、制作資金としてあのファンドを募集したんですね。でそれがですね、あっという間にあの目標金額に達して、あ、それだけ応援してる人や、そうですね、そういう動きを見ていてもですね、あの今非常に勢いのある方だなと思っております、うん、で、まあ、このインタビューの中ではその自分の収入の 10% ぐらいがこれ今年は電子書籍から得られるだろうというようなお話もあったりして、非常にあの関係者からすると、あ、なるほど 10% ぐらいなのかと、まあ、いろいろあの読みどころがたくさんあるので、ちょっと長いですがぜひ読んでいただけると、うん、今の電子書籍業界におけるその漫画家さんの動き方というかの最前線があの掴んでいただけるだろうなというふうに思っております、まあ、あの電子書籍を漫画で読むとまたきっと違うんだろうなと思うんですけど、長谷川さん読んだことありますか、電子書籍で漫画。はい、宇宙兄弟読みました。あ、読みました、はい、やっぱり違いました。そうですね、なんか紙と違ってスラスラいくので、こう楽しい感じですよね、すぐに読むスピードも広がりそうですし、また楽しさも増えるのかななんていう感じがいたします。さあこれからの、梅小沢さんのインタビューの記事でお伝えいたしました。今回ここではあの項目には挙げなかったんですけども、まあ、1月いろいろと出版業界ではニュースがいろいろあったんですよね、はい、まあ、講談社さん の, そのヤングマガジンの回収であったりですとか、まあ、あとはですね、一部報道で言われてたアップルあの、はい、iPhone などのアップルですね、があの iBook Store という自社の電子書籍、書店サービスを始めるんじゃないか、1月中に始めるんじゃないかって言われてたんですけども、まあ、あの残念ながらもう明日で1月終わりそうですが、その発表の様子もなさそうなんですけど、まあ、その辺もあのちょっと盛り上がっていた月だったなと思います、うん、あ、じゃあアップルの今後の動きにも、はい、ぜひ注目していきたいなと思います。そうですね、西尾さんありがとうございました。ありがとうございます。ここまでニュース深掘り解説でした。続いてはこちらです。
お待たせいたしました。人気コーナー売上ランキングのコーナーです。去年12月にはどのような作品が売れたのかチェックしていきましょう。ナビゲーターは国内最大級の電子書籍ストアブックライブの古橋ひろ子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうこのメンバーが新しくなったということで、華やかな感じでランキングをご紹介していけたらなと思いますので女子会っぽくね、そうですね、お伝えしていきたいなと思っております、はい、間に個人的なあの恋バナも挟みながらなんで、いいですね、そうだよろしくお願いします。まず書籍部門なんですが、はい、今回はライトノベルから、12月の売れ筋ランキングをご紹介していきたいなと思います。ライトノベル、はい、ライトノベル、はい、ライトノベルって何ですか？お二人は読まれたことがそうな感じです。なんだかまだあまり詳しくないですね、はいはい、ライトノベルは人によっていろいろ定義が変わってくるかなとは思うんですが、基本的には挿絵の入っている小説というこのイメージしていただければと思います。あの表紙に可愛い女の子の絵というか美少女の、はい、あれついてるようなそういったイメージがあるんですけども、そうですね、そういったものもライトノベルとして、はい、人気があります、はいはい、じゃあ今日はそのランキングを発表していただきま す、ね、はい、では早速10位から6位までご覧ください。こちらです。私自身もまだライトノベル読み始めてから日が浅いんですが、ちょうど7位に入っている僕は友達が少ないというタイトルが、すごいタイトル気になりますよね、はい、私 の、 あのライトノベルデビュー作品とも言える小説ですね。どうでしたか？読みやすかったです。あ、読みやすい、はい、女性でも。そうですね、最初の入りがアニメからスタートしたというのもあって、大体世界観が分かっていたというのもあるので、アニメからハマって小説も読み始めたんですが、こうスラスラ読めて、はい、可愛い女の子がたくさん出てくるアニメがあるんですけど、そういうのも割と好きなんだなという新しい自分の発見にもなりました。お世界観にもねぐっと入り込めそうな感じがしますね。そうですね、はい、では第5位からは一つずつご紹介していきたいと思います。はい、お願いします。第5位はこちらです。ミニスカパイレーツです。これで宇宙海賊でパイレーツと読む、はい、そうなんですよ、はい、あの表紙の女の子が女子高生なんですが、まあ、ひょんなことから宇宙海賊になってしまったというストーリーになっていまして、なんかちょっと長谷川さん似てませんか？ちょっと美少女的なところが。全然似てない。しかし出てない。体型が違います。違うナイスバディな、そちらは。いえいえいえ、負けていない。お粗末なんですよ。いやいやいや。でこの作品が、はい、意外とというと失礼かもしれないんですが、予想以上にしっかりした SF の要素がありまして、なんとなくライトノベルというと先ほど津田さんがおっしゃっていたみたいに、はい、可愛い女の子が出てきてっていう萌え要素が主体なのかなと思ってはいたんですけれども、思ったよりも萌え要素が少なくて SF として楽しめる作品でしたね。じゃあ入門者にはちょうどいいかもしれないですね。そうですね、おすすめです、はいはい、ではどんどん参りましょう。お願いします。続いては第4位です。第4位はこちら、聖剣のブラックスミスです。こちらがですね、主人公の女騎士が精神的にも戦闘力的にも成長していく過程を描いている作品になっていて、すごくまっすぐな女の子なので、けなげな様子にすごく好感が持てるなと思いました。女性のこうね、はい、精神的な成長でしたら、こう読んでるうちに入り込んでしまいそうですよね。そうですね、主人公女性っていうのもあって、ライトノベルだと結構男性主人公のものが多いんですけれども、そうなんですね、はい、女性っていうのもあって読みやすかったのかなと思います。なんかこれも長谷川さん似てます。違いますか？全部やめてください。失礼しました。比べられると怒るんで、もう次回はコスプレでぐらいの。あ、いいですね。そんなこと言ったら本当にしてくださいって言っちゃいます。さて続きは第3位です。第3位はこちらです。お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよねです。長いタイトルですね。そうですね、はい、うん、こちらはですね、先ほどご紹介した作品と打って変わって
先ほどは異世界設定の物語だ4位5位両方ともそうだったんですが、はい、こちらはタイトルで分かる通り妹とのラブコメを描いた作品なんですね。でタイトルと言えばライトノベルは結構タイトル名の略称が決まっているものがあるんですが、はいはい、このお兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよねというのはこう略します。さもう分かる方いらっしゃいますかね。どうでしょう。お兄愛と略すんですね。鬼と愛ですか。はい、鬼だけとかじゃないんですね。鬼愛なんですね。そうなんですよね、はい、で7位にランクインしていた私のデビュー作品、はい、僕は友達が少ないなんですけれども、こちらも略称が変わってるなと思ったんですが、長谷川さん何だと思います。わかりますか。じゃあDTDS 4文字だから4文字だからすごい拍手が正解かな。さあ正解はどうでしょうか。こちらです。はがないなんですあこれさっきそのスウェットに書いてありました。本当ですか、うん、そのことだったんですねちょうどこのひらがなの部分を取って、うん、はがない本当だ、いろいろと略称があるんですね。そうなんです。勉強になりました。はい、変わってるけど覚えやすくて、うん、この作品を好きになったきっかけもこのはがないって言いたいみたいなところがあったので、あそこ見たくなっちゃったから見てみようみたいな言いやすいですね、そんなちょっと小ネタでした。はい、ありがとうございます、はい、じゃあまずどんどんまだ、はい、行きましょうね。そうですね、ランキング続いて第2位です。こちらです。ハイスクール DD です。この作品はですね、衝撃的なのが冒頭から主人公の男の子が殺されてしまうという、はい、さあどうなるのっていう感じなんですけど、その後学校一の美少女に救われて悪魔に転生します。でこのことがきっかけでその美少女に下僕として使えることを要求されるという、うん、なんか美少女にちょっと責められるみたいなちょっと設定なんですね。はい、そういうのがお好きな方にはぜひぜひ、はい、そういうの方にはそうですね、ぴったりです。いいんじゃないかなと思いますでは早く、はい、第1位はこちらです。カンピオーネです。おめでとうございます。すごいすごいちっちゃい1位は盛り上げないとね、はい、ありがとうございますカンピオーネって聞いたことありますけど有名な作品ですよね。そうですね、この作品はブックライブ の, 2012年のベストセラーランキングの書籍部門、書籍全体の中でも1位になったほどの人気作品なんです。はい、テレビアニメが放送されたりとか、あと、はいね、ブルーレイや DVD も人気のものですよね、はい、大人気の作品です。こう神話ネタが多くて登場する 神様のことも詳しくその都度書かれているので、はい、ある意味勉強になるというか、これをきっかけで逆に神話にはまるっていうお話も多いですね。はい、ということでライトノベルランキング、このような結果になりました。ちょっとファンタジー要素が強いのかなと。そうですね、独特の世界観といった感じがしますけどね、はい、夢のある設定に惹かれる方が多いんじゃないかなというところです。はい、はい、ありがとうございます。では続いては、はい、続いては漫画部門です。漫画部門では少年漫画のジャンルから、ランキングをご紹介したいと思います。まず10位から6位はこちらです。こういった結果になっております。ワンピースが、はい、入ってきてますね。6位にジョジョだったり進撃の巨人、トラブル、ダークネス、カラバン。長谷川さん気になるものは。ワンピース気になりますね。ワンピース大好きなんで。好きなんですね。そうなん、はい、でこのカラーバンというのが、8位と10位にカラーバンという言葉が入ってきていると思うんですが、カラーバンとカラーバン、はい、どういうことですか。そうなんです、こちらはですね、カラーバンというのがデジタル着色されている電子書籍限定のフルカラーコミックスなんですよ。はい、去年の8月に配信させていただいた ebook tv 第2回の放送でカラーバンをちょっとご紹介したんですが、かなり高いクオリティで作品の世界が表現されている。気になりますね、はい、でカラー版もモノクロ版も料金同じですね。473円って書いてますけど、
そうですね、作品によってまちまちなんですが、あ、違うものも中にはあるということですね。ちょっと基本的にはカラバンのが少し高い傾向がある。それだけ色がついてるっていうのはね、はい、全部カラーなので。そうなんです。では続いて第5位から一つずつご紹介していきます。第5位はこちらです。お、カラー版ジョジョの奇妙な冒険第7部です。今あのジョジョ好き女子がね、はい、徐々に増えてきてるんですよちょっとあの六本木でもね、はい、ジョジョの原画展をやったり、はい、今グッチとタイアップもしてますね。そうですね、今の津田さんのさりげないドヤ顔をぜひ皆さんに見てください。考えてましたよ、最初から。いろいろこれを準備して臨んでますね。さすがです。さすがです。はい、ジョジョはやっぱり人気で10位、あの6位から10位にも2作品第2部と第6部が入っていたんですが、第7部のスティールボールランが5位となりました。この間のこの第7部のメインキャラクターのセペリさんっていう方がいらっしゃるんですけど、すごくかっこいいんですよ。かっこいい、見たい、ぜひ読んでみてください。じゃあ第7部ですね、カラー版で再現されている。了解しました。そして続いて第4位はこちらです。鋼の錬金術師です。この作品の内容は多分もう語る必要もないくらい有名なんじゃないかなと思うんですが、はい、ご存知ですか。これ映画になったということぐらいは知ってるんですけども、はいはいはい、漫画はあまり知らないです、ごめんなさ い、私も最初は名前だけ知っていて、有名だし読んでみようかなっていう気持ちで読んでみたんですが、話の完成度だったりテーマの深さにすごく感動するです、ね、あ、感動するストーリーなんですね、はい、人間って何なのか、命って何なのかみたいな結構深いテーマになっている。へー、学ぶものが多そうです。これもチェックしてみます、はい、そして第3位はこちらです。ジョジョの奇妙な冒険第3部カラー版です。おー、いっぱいジョジョが入ってますね。はい、ジョジョがまた来ました。第3部といえば空城城太郎という有名なあのキャラクターが出てくる巻なんですが、うんうん、先ほど出てきたチェペリさんも大好きなんですけど、はい、シリーズの中では個人的には城太郎が一番好きです。あ、古橋さんが一番好きな、はい、すごく男気が溢れていてまっすぐで理想の男性だなと思います。え、古橋さん理想の男性は、はい、どういう人なんですか。聞きたいのね。ここでグータン要素です。オッケーです。その男性はやっぱり、男気があってまっすぐで家族思いっていうの。結構理想大事。そうですね。そんな要素ですね。はい、じゃあほら長谷川さんは。私あの言うと長いんですけど大丈夫ですか。長いですか。ちょっと縮めてください。優しい人がタイプです。すごい縮まりましたね。優しい人優しい人のようですよ皆さん。でもね、このジョジョやいろんな漫画のストーリーの中にも理想の男性像見つけられるかもしれないですもんね。そうですね、はい、津賀康さんの、あ、私も既婚者なのであまり。とりあえず、はい、頑張って働いてくれる人、はい、現実的なですね、はい。さあ、ではランキングまで途中でして、ね、はい、続いてまいりましょう。第2位です、はい、こちらです。ハンターハンターです。大好きです。私長谷川さんの声が上がりました。あのクラピカみたいな男性が好きです。あ、クラピカ、クラピカっていうキャラクターがいるんですよ、はい、え、どういった性格というか。ちょっとミステリアスな感じですよね、クールで。そうですね、ちょっと惹かれるものがありますか。そうなると、そうですね、知りたくなってしまって、うん、あ、すごい分かってますね。盛り上がりますが脱線、どんどん脱線してる。ハンターハンター一個読むと次も読みたくなるっていう風にね。そうですね、友達も言ってますけど、はい、今映画もやってますね。続きがどんどん気になっていく作品で、私も途中まで読んでいて一旦離れてしまったんですが、今回電子書籍版配信開始ということで、全巻、あ、配信されてるもん全巻読み返しました。30巻まであったんですけど、それでも電子書籍だったら、そうですね、軽くていけるんですもんね。もうどんどん買っちゃうんですよ、読み終わると真夜中でも買えてしまうので、あ、それはね、真夜中にはたまらない。どんどん買ってしまうという、まだまだ続きから目が離せません。はい。
はい、そして気になる第1位の発表がこれからですね、はい、第1位はこちらです。ワンピースカラー版です。ワンピースがまた来ました。やっぱりカラー版ですね。そうですね、はい、やっぱりこの人気コミックが長谷川さんも大好きな、はい、はい、入ってきました。でこのカラー版については後ほど長谷川さん、あ、マイマイがまだ読み慣れてなくてマイマイが読んでください担当するコーナーでもご紹介するので、あと後ほど楽しみにしていてください。はい、お願いします、はい、1位から5位までこのような結果になりました。さあ、リニューアルしました ebook tv のランキングコーナーですが、1月に新しく配信が開始された作品をご紹介する新刊ピックアップも、お届けしていきます。では古橋さん、引き続きお願いします。はい、ブックライブでは毎週金曜日に新刊と続刊の更新を行っています。なので毎月たくさんの電子書籍が配信開始されているんですが、その中から一押しの作品をご紹介したいと思います。はい、まずはこちら一押し作品の一覧をご覧ください。こちらですね、左側が漫画、右側が書籍になっています。僕らがいた、あ、いいですよね。いいですね、実感がこもって言っていますね。はい、では早速ですね、この中から古橋一押しの作品を3作品ご紹介したいと思います。はい、お願いします。1つ目が先ほどあった早速僕らがいた16巻なんですが、うん、こちらですね。長谷川さんどうですか。いや、もう私これが高3の時に出てもうキュンキュンしながら読んでました。キュンキュンしてたんですか。キュンキュンしちゃうんだよね。はい、自分の青春と重ね合わせて、はい、もう待ちに待った登場なんですよ ね、 ね、はい、15巻までは電子書籍配信済みだったんですが、今回16巻の最終巻がとうとう配信されまして、結構キュンキュンしますし、ただ自分では体験したことないような辛い状況も、切ないんですよね、はい、入っていったりして結構泣けてしまうんですけれども、この16巻では最後にみんなが幸せになれるように願ってます、願ってます。でおしまいですね、はい、じゃあ詳しくは皆さんぜひ読んでみてください。私もまだ読んでないんで読みます、はい、僕らがいたです。さあ続いての注目作品はどうでしょうか。はい、こちらです。カラクリサーカスです。先ほどと打って変わって少年漫画なんですけれども、私も小さい頃に読んでいたんですが、この作品はいろいろと衝撃的でしたね。特に印象に残っているのが登場人物というか人形でパンタローネというキャラクターがいるんですけれども、すごく印象的で、昔読んでいたので話の内容をそこまで覚えていないんですけれども、表情とか動きとかとっても印象的なので、すいませんうまく語れず。でもきっとね、この漫画の絵の中にいろいろとグッとくるシーンが入ってるわけですよ ね、 書き込みがすごく細かいので、もう見ているだけでグワッっていう感じです、線にとらわれはっちゃうんじゃないかみたいな、じゃあ迫ってくるものがある、はい、カラクリサーカスもぜひ注目してください。さあ、そして最後になります注目作品は何でしょうか。こちらです。書籍から空飛ぶ広報室です。これは作家 の、 有川さん、図書館戦争とか書かれてる方ですよね、はいはい、そうですね、有川さんといえば自衛隊三部作って言われる、潮の町、空の中、海の底という作品を書かれている方としても有名なんですが、はいはい、この空飛ぶ広報室というのも自衛隊を舞台にした作品なんです。自衛隊って普段あんまり分からないですよね。そうですよね、分からないなっていう方が多いんじゃないかなと。私も自身もあんまり注目してきたことがなかったんですけれども、この作品の物語が、不慮の事故でパイロットを罷免になってしまった青年が広報室に移動されるところから始まるんですね。はい、初めはそのパイロット罷免になった青年の感情はあんまり語られずに、感情移入しにくいなと思っていたんですけれども、ちょっとしたことがきっかけで
感情をバーッと吐き出すシーンがありまして、それ以降どん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 感情が表に出ていって、もう親近感というかあのキャラクターに入っていけるような作品でした。なんかこう読んだ友人がいるんですけど、心揺さぶられるようなシーンがすごく多かったという、はい、この空飛ぶ広報室もぜひ皆さんも読んでみてください。さあでは皆さん、気になる作品は見つかりましたでしょうか。以上ここまで新刊ピックアップをお伝えしました。古橋さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。続いてはこちらです。特集のコーナーです。今回のテーマは2013年はここを抑えろ、電子書籍業界大予測です。さあゲストをご紹介いたします。ジャーナリストの松本敦史さんです。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いいたします。さあこのコーナーでは電子書籍の業界動向に詳しい西尾さんとともに、松本さんと今年の電子書籍業界がどのようになっていくのか、熱い議論をしていただければと思っております。じゃあ西尾さんも引き続きよろしくお願いいたします。はい、登場できました。はい、待っておりました。松本さんには EVTV 第2回にも実はご登場いただいて、その時はライトノベルを特集したんですけども、非常に参考になる、私もメタの認知の仕方であるとかすごく参考になることをお聞きできたなと思っているので、今日も2013年どうなるのかというところでいろいろと興味深いお話聞けるんじゃないかなと思ってます。松本さん、どうぞよろしくお願いします。さあ早速ですね、今年の電子書籍業界の大予測ということで、お二人が重要だと思うポイントをあらかじめ挙げていただきました。3点ずつございます。ではまずはこちらをご覧ください。さあ松本さん、西尾さん、それぞれの重要ポイントが3つずつ挙がっておりますが、では松本さんからいきましょうか。はい、まず上、日本語版 iBook ストア、これはどういうことですか。去年ですね、昨年末新聞でも報道されたんですけれども、Apple がようやくというか、いよいよというか、iBook ストアという、電子書店ですね、はい、これをオープンするということが報じられました。先ほど西尾さんからもちょっとお話ありましたけれども、1月も間もなく終わろうとしてるんですが1月中と言われてましたので、間もなくではないかというふうに、予想をされています。iBook ストアがオープンすると随分とこの電子書籍業界も大きく変わりますよね。そうですね、やはりiPhone ですとか iPad っていうのは端末の普及台数が段違い桁違いですので、ここに日本語 その電子書店がちゃんとオープンすると、でそこにその、日本語版の電子書籍ですね、そのラインナップされるっていうのは、電子書籍業界ですね、市場を刺激する、大きな要素になると思っています。古橋さんにとっても気になるニュースですよね、これは。そうですね、やっぱりアップルさんっていうのは大きなプレイヤーなので、その iBook ストアが参入することで市場がどんどん盛り上がるっていうのを感じますね。でやっとプレイヤーが出揃ったっていう感じ形になると思いますので、そこからブックライブがどう突き抜けていくかっていう、応援しております。さあでは引き続きあと2点松本さんの重要ポイントがございましたが、横断検索、そして、書籍付帯ですね。じゃあこの横断検索からお願いいたします。すごいマニアックなところいきました。難しい言葉ですね。これでその去年までですね、なかなかその電子書籍書店とかあるいはその端末っていうのが出揃わないねっていう状況が終わって、iBook ストアも登場すれば、ユーザーにとってはこう利便性が高まることは間違いがないと、はい、ところが最近私の周りでもよく聞く声なんですけども、その読みたいタイトルはなかなか見つからない
っていう。見つけにくいんですか。そうですね、電子書籍あるあるですよね。はい、まあ、あの一つはそのまだ電子書籍化がその実現できていないっていうことももちろん大きいんですけれども、まあ書店によってその扱ってるタイトルがこう微妙に違っていたり、例えば同じタイトルでも漫画なんかでも最新刊がある書店ではあるけどある書店ではまだ間に合ってなくてですね、登場してないとか、まあ、そういう状況にあるんですね。それはユーザーからするとこの書店は間に合ってるとか間に合ってないっていうのは分かりにくい、はい、分かりにくいですね、まあ、そこでその期待が集まっているのがこの横断検索、はい、つまりその複数の電子書店を同じそのタイトルであったりあるいは著者の名前で検索をすると。でこういうサービス実はもうすでにいくつか始まってはいるんです。あるんですか。はい、ただまあこれあの次のテーマにもちょっと関わるんですけれども、じゃあ次のともまたそちら行っちゃいますかね。次が書籍付帯と読みして、まあ、不安という不安です、ね、読みましょうかね、うん、あのつまりその不安ですね、失礼しました。いいえ、あの、まあ、まだまだその電子書籍をですね、まあ、横にあのブックライブさんおられる中で若干話しにくいところもあるんですけれども、あの、まあ、その電子書籍って単にその本のコンテンツ中身を書店さんにアップロードすればそれで完了ってわけじゃなくて、書誌商法というのがとても重要になってくるんです。はい、例えばそのアマゾンさんあるいはブックライブさんで検索した時もあの著者の名前とかその本のページ数であったりとか、あとそこにその関連付けられたキーワードですね、はい、そういったものがあの並列して載っているわけです。うん、でその情報をその本来であれば統一された形で各書店さんがこう持ってないといけないんです。なぜかというと先ほどお話しした横断検索をするためにはそうですね、あの どのデータベースにどういう形でデータが収められているかっていうのとっても大切で、これがバラバラですと検索エンジンを作っている人たちがですね、この書店さんにはこういう形で検索をかけて、あるいは、この書店さんにはちょっとこのデータが欠けているからここはその検索しないでおこうとか、結構手間がかかるんですよね。はい、なので、きちっとその書籍に対してあの、まあ、ISBN という、まあ、紙の書籍に対してはあのもう業界で統一された、まあ、ほとんど国際標準になっているルールがあるんですけど、電子書籍に対してはまだあのそういう方向に持っていきましょうと業界からの提言がようやく出たっていう状況なんですね。じゃあこれからなんですね。そうなんです。なので今もうあのそこが定まらないうちに電子書店が各所、まあ、ある意味オープンしてしまった状況なので、結構その横断検索であったりとかあるいはその電子書店のデータベースを利用して、まあ、アフィリエイトなんかもそうですよね。電子書店の作品をブログに貼ってそこから買ってもらったら、まあ、お金が入ってくるっていうようなサービスもありますけど、まあ、それもその書誌が統一されてないとですね結構こう、やりづらいってことになってしまうので、はい、今年は そこがこう統一が図られていくべき、まあ、これはその注目するべき動きというよりも、まあ、どちらかというと一読み手としての、そうですね、まあ、要望でもあるんですけれども、強い要望きっと持っている方もいっぱいいると思いますが、そうですね、そこが統一されるとより使い勝手が良くなるといったこともあるかと思います。そうですね、まあ、大変だと思うんですけども、ぜひあの業界の皆さんには頑張っていただきたいと思っております。ここはどういうところが手をつけていきそうですかね。そうですね、あの、まあ、もちろんあの業界団体、いろいろありますけれども、ね、まあ、そちらからの動きっていうのももちろん大きいですし、あとまあただそこでその欠けている、まあ、なんて言いますかそのスキルというか、やはりそのどちらかというとその紙の本とか出版っていうその、属性の人たちよりもですね、むしろ今まで IT の世界で検索エンジン作ってたりとか、あの API をこう叩いてですね、いろんなこうプログラムを作ってたアプリを作ってたような人たちですね、そういう人たちからのこう意見であったり、まあ、そういう人たちがこう何かプロジェクトに入っていけるようなそういう枠組みが必要なんじゃないかなというふうに感じています。はい、ありがとうございました。松本さんからの提言3つご紹介いたしました。では続いて西尾さんからよろしくお願いいたします。はい、3つ気になるポイントを、ね、出していただきましたが、はい、あの、まあ、かなり抽象、松本さんがすごくそのままズバリのあのピンポイントなところをご紹介いただいたんですけど、私ちょっと抽象的なところであの3つほど注目したいなと思っているところをご紹介したいなと思います。松本さんが最初におっしゃられた通りですね、もう2012年である程度電子書籍っていうのはなんか市場がある程度見えてきたっていうのがあってですね、はい、2013年どういう変化があるかっていうのをちょっと主に作り手側の方からあの見て3つ挙げてみました。はい、でまず最初のコスト部分の変化のところなんですけども、まあ、これいろいろなところのコストのことを言ってるんですが、主にその
出版物、まあ、また電子書籍の電子書籍を出すというところまで あのリリースのタイミングっていうのに非常にコスト感が、まあ、簡単に言うと安く手軽にできるようになったっていうのは、あの昨年から続いている傾向かなと思っております。はい、で、皆さんご存知かなと思いますが、 Amazon で Kindle KDP というサービスがあったりするんですね。 KDP っていうのは Kindle Direct Publishing といって、まあ何をするかというと、要するにそこにファイルを上げればすぐに Amazon にあの他の商業出版物と同じように並ぶような状況がもうすでに出来上がっていると。でそのまあ販売の管理であるとか、まあそういう著者がちょっと面倒だなと思うところは、割とその Amazon であったり、まあ例えば国内でパブーっていうサービスもあったりするんですけども、まあいろいろなサービスがそういう個人出版の部分を非常にあの使い勝手のいいものにしているということで、あのコスト部分、その制作部分がすごくあの安くできるようになったっていうのは、まあ挙げられるなと思うんですね。でさらにその、ブロマガさんであったり、まあ、個人のブログからでもですね、今あのこれもご存知の方多いかなと思う、ワードプレスというブログサービスがあるんです。でそれ個人の方がよく使って、結構な割合で使っているサービスだったりもするんですけど、そこで書いてるブログのエントリーを直接あの EPUB などなど その電子書籍ファイルフォーマットに変換してするというなんかプラグインも最近登場してたり、サービスも出てきたりしているんですね。ってことはブログが電子書籍に非常になりやすい。そうですね、はい、もう何も意識しなくてもそういうあの道が用意されているというのが昨今の状況になってきているかなということで、まあ、この辺 あの制作面がすごくやりやすくなっているということで、まあ、あの昨年から個人出版などなどという言葉がすごく話題になっているんですけども、あのここがあの非常に今年は膨らんできて、まあ、まだ報道さニュースで報道されるうちっていうのはまだすごく珍しいもんなんですよね。ただまあこれがあの今年は割と一般的になってきて、あの中にはあの成功例と言えるものもあの昨年よりも大きく出てくるのかなというところがあると思います。はい、なんかこうコスト部分で言いますと安くはなってきていても、電子書籍の料金ですか、その電子版の料金は、うん、アメリカほど日本はそんなに安くないというふうに聞いたこともありますが、実際はどうなんでしょうか。もっとこれから電子版が今年は安くなっていくとか、もうちょっと高くなるかなとか、そういった動向というのは何かありますか。おそらく松本さんも一言言いたいことがあると思いますが、まあ、あの商業出版といわゆる紙で出ているものが、はい、あの電子書籍で出すと安くなるよねっていう、まあ言論というか言説が、まあ、一時期流行ったんですね。紙なら、あの電子なら中間コストがないから、まあ、安くできるだろうなどなどというものもあったんですけど、まあ、現実を見ると意外とその販売価格にはそれが転嫁されていない、まあ、つまり安くなっていないように見えるところもあると思うんですけど、実はですね、まあ、ここなかなかの消費者の方から見えにくいんですけども、直接的な価格であの反映するんじゃなくて、例えばポイントであったりですね、あの時間限定のキャンペーンであったりという形でですね、非常にあの安く販売されていることも多々あるという現実も一方であるんですね。でさらにあの例えば電子書籍のレンタル、まだこれあの具体的なサービスとして出されているのは電子書店パピレスさんというところがあのレンタルサービスをやってるんですけども、まあそういうサービスがですね、今年はあのかなり出てきて、その値段的にも、あるいはその最近だと ペイフォワットユーウォントモデルといってですね、要するに、買い手の方がこの作品をいくらで買うかっていうのを決めれるモデルなんかも登場してきているんですね。でちょうど今日はあのそのサービスも出てきたりも してるんですけども、まあ、そういうモデルがあの松本さんもしかしたらそういうモデルは意外といけないんじゃないか日本では流行らないんじゃないかと思われてるかもしれないですけど、まあ今コメント見てるとここで一気にこうニコ生のコメントがこうちょっと若干こう濃いめになってきたなって感じがするんですよさっきの女子会モードと随分違うなと思いながら見てましたが、はい、そうですね、まず価格の面でいうと一つ忘れちゃいけないのが再販制度の存在だと思います。はい、紙の本ってもう法律でですね、値段も定価で売りなさいというふうに決まってるんですよ。はい、なので、我々その定価で買うっていうことをまあ当たり前のこととしてきたと。で一方でその新興書店、はい、まあ、某あのブックなんとかさんとかですね、ブックライブさんじゃないですよ、はい、まあ、そういうその本を100円とかで買えちゃうお店も出てきたと。でそこにすごくギャップがありましたよねと。はい、で、電子書籍が出てきたのでそこで安くなってほしいと。でかつその電子書籍は再販制度 の、まあ、あの適用外であるというふうにも国から方針が示されているんですね。したがってその、まあ、本の値段を自由に電子書籍の値段は自由につけていいという状況があります、っていうのがまず大前提ですね。はい、
で、そこでじゃ あの安くできるのか、あるいはその今西尾さんからご紹介があったように、いいねで、ユーザーがあの読者が買うということがまあ成立するのかっていうのはまたそれはちょっと別の問題もあるかなと思っています。で実際その音楽や映画で映像でですね、まあ、特に音楽であのレディオヘッドっていうアーティストがあのもう自分たち その曲を好きな値段で買ってくださいということを、2年3年ぐらい前ですか、もっと前かもしれない、やったんですけど、じゃあその後続く動きがあったかというとそれほど大きな動きってないんですね。なのでいいねでその販売できるサービスというのはおそらくそのインディーズの世界にとど、まっていくかなというふうに思っています。なぜならその、本を作るにしても予算がかかるのでその構造が最初に見えてないといけないからということですね。なるほどね。さあこのコスト部分の変化で非常に議論が白熱いたしましたが、まだね西尾さんの重要なポイント2つございますのでご紹介いただければと思います。まだったんですね。はい、お願いいたします。はい、2番目のところですね、はい、政策面での変化、まあ、カッコでエージェント台頭を含むたんですけど、主にこのカッコの方をご注目いただきたいの、まあ、政策面というのはさっき言ったその個人出版をする環境などもかなり整ってきているということでちょっと割愛したいかなと思うんですけど、まあ、注目いただきたいのはあのエージェントと呼ばれる存在が作家さんと、まあ、そういうアウトプットである出版社であるとかメディアとのハブになる存在ですね、うん、それを今エージェントと呼ぶこともあるんですけど、かつては出版社の中の編集者がそれを、まあ、ある程度やっていたというのもあるんですが、よりその作家の方に近づいてもう作家のマネージャーのような存在となってですね、あのその作家の作品を出版社であったり、まあ、映画かアニメかなどなど全てをそういうコーディネートのサポートをするような方たちがあの今年は非常に増えてくるんじゃないかなと思われます。で具体的にあの一つ例を挙げますとですね、講談社というまあ大きな出版社ございますけども、はい、まあ、そこから独立されてコルクというあの、エージェント会社を立ち上げられたお二人がおられます。これは松本さんもご取材された、はい、そうですね、そうですよね、はい、で彼らのところには、庵野もよこさんであったりですとか、先ほどちょっと話にあった宇宙兄弟の作家さんであったりとか、まあ、そういう有名な作家さんもエージェントを依頼しているという状況があるんですよね。で実際に、まあ、すでにもう少しずつ動き始めている感があるんですけども、例えば庵野さんの、まあ、画集というんですかね、をあのクラウドファウンディングって先ほどちらっと出てきたような仕組みであのコストを、ファンを募集したり、ファンから少額ずつお金を集めるような取り組みがすでに始まっていたり、まあ、あの従来の出版社だとなかなか腰が重くてフットワークよく動けなかったところが、あのそういうエージェントの台頭によってすごくスピーディーに動いてくるんじゃないかなと思っています。まあ、こういう人を使うとすごく便利なんですよね。やっぱり出版するってそれなりに体力っていうか、まあ大変なので、多分松本さんもいっぱい本を出されて、もうあの制作ってすごく大変だなって思うんですけども、まあ、制作とあとプロモーションの面ですね。プロモーションですよね。あの出版社複数にやっぱりまたがって自分の本が出ていくことがあるので、それをそのまとまってその、まあ、プロモーションしてくれたり、あのどういうふうに露出してるかっていう状況を管理してくれてる方がいるっていうのは、とても著者にとってもあのありがたい存在だと思います。まあ、今のお話なんかはこう読んでる本を読んでる私たちからするとわからないところでしたけども、いろいろと裏の世界でも変化が、ね、出ているということなんですね。そして最後また気になる言葉がございましたが、図書館からの電子書籍配信なんてことがあるんですか？はい、あのまああります。あるかないかといえばあります。あります、はい、ある。正確に言うとですね、明後日から2月1日から実証実験というものが始まろうとしています。まあ、電子書籍ってデータですので、あまり所有感というものがないと、なのでユーザーによってはそんなものに高いお金を出すんであれぐらいだったら、まあ、借りれるなら借りた方がいいと。で、まあ、もともとデータなので、その紙の本とは違ってあまりそういう制限がないと、はい、ということで、まあ、こういう図書館から電子書籍貸し出せるなら面白いんじゃないかというアイデアがずっと議論、文化庁などなどで議論されていたりしてですね、ようやくあの2月1日からその実証実験が始まります。でどこからあの配信されるかというと、国立国会図書館からテスト的にあの配信が始まります。これはあの後ほどまた後日 ebook ユーザーでも取材でお届けしたいと思うんですけども、まあ最初はあのちょっとトライアル的にすごく貴重な資料の電子版が、まあこれは紀伊国屋書店さんのストアを通じてですかね、あの配信される始めるんですけども、まあ今年はこういう図書館からまあレンタル的にというんですかね、というような電子書籍のまあ配信の仕組みっていうのがちょっとずつ構築されていくんだろうなと。ただあの
販売されているものとのその整合性、こんなんができてしまったら、うん、まあもうストアいらないじゃないかっていう話になりかねないので、うん、まあそこの線引きをどうするかとか、まあルール決めとかまだいろいろ詰めていく必要あると思うんですけども、あの図書館から借りれることになったらすごく便利だと思うんですよね。便利ですし、料金はかかるんですか、これは。基本的にはかからない方法で、あの今コメントに出てますけど、著作権の切れたあのコンテンツが中心ですね。 あくまでまだ実験的な配信ですね、はいはい。さあ今年は非常にこの電子書籍業界の動向が気になるところですが、注目ポイント、お二方に解説していただきました。特集でお送りいたしました。松本さん、西尾さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。さあ最後はこちらのコーナーです。記念すべき1回目のコーナーです。まいまいの電子書籍始めましたのコーナーです。はーい、お待たせしました。ちょっと、ね、電子書籍始めましたっていうのが冷やし中華始めましたっていうのがすごい自分でつぼってたんですよ、さっき。はい、よろしくお願いします。このコーナーでは、私電子書籍初心者の長谷川まいが電子書籍の魅力についてどんどんひろこ先生に教わろうというコーナーです。よろしくお願いします。ひろこ先生となりました。ひろこ先生になりました。よろしくお願いします。電子書籍始めたばっかりですもんね。そうなんですよ。私もね、あのまだやっぱり本屋で紙の本っていうのを買うのが好きなんですけれども、うん、あのまずこういったデータもあるんです。皆さんご覧になってください。あなたは電子書籍を利用したことがありますかというアンケートに関しての回答です。全体で見るとまだ75% の方は電子書籍を使っていないという結果なんですね。こちらライフメディアさんのリサーチバンクによります2012年10月の調査結果の一部をご紹介しています。意外と多いんですね、使ったことがない。そうです、そうです。なので実際に使ったことがある人が約 25%、まあ、ざっくりとした数値ですけれども、そういったことになるんですね。まあ、せっかく前々このコーナーやるので、どうでしょう、ユーザーを増やしたいですよね。そうです ねちょっと 10% 以上は増やしたいと思います。お、じゃあ25から35 ね。でもどんどん増えればもう 100% になって ねそうです、みんな使ってることになりますからね。うん、そうなれるようにまず、はい、今から私たちもねユーザーの中に入りますから、はい、ね、2人増えましたねこれね。はい、ということで、じゃあ早速コーナーお願いします。はい、じゃあひろこ先生に電子書籍の魅力を今日は教わりたいと思います。はい、では、マイマイと戸谷さんのために電子書籍の主な魅力を3つまとめてみました。はい、まず1つ目なんですが、こちらです。じゃじゃん、場所を取らず何十冊でも持ち運びできるという点ですね。これは魅力的。はい、そうなんです。実際に紙の本を持ち運ぶと考えると、うん、カバンに入れるのはだいたい3冊くらいが限度かな。2冊それぐらいですね。あんまりたくさん、まあ、入れれないと思うんですけれども、機であれば今お持ちのスマートフォンだったりタブレットがあれば OK なんですね。はい、なるほど。一番最初のオープニングの後に本をたくさん持っている男性が街を歩いている動画が、流れたと思うんですが、あんなにたくさんの本を一つの端末に入れて運ぶことができるんです。で、旅行なんかに行った時も便利ですね。ね、そうですね。はい、旅行にはもってこいですね。うん、まずは一番大きなポイントがね、場所を取らないということでした。ね、なんか重さ気にしていつも文庫本買っちゃうんで、あ、わかります。すごいですよね。ね、そうですね。なるほど、魅力的。はい、はい、そして次の魅力に行きます。次の魅力はこちらです。電子書籍ならではの作品が読めるという点ですね。どういうことですかこれは。はい、もう少し分かりやすく言うと、電子書籍ならではの作品というのは2つ主にあるんですが、1つ目がカラー版です。あ、さっき言ってたやつですね。はい、そうです。ランキングにも入ってきてましたよね。うん、そうか、紙の漫画にカラーっていうのはあまり見ないですもんね。はい、そうですね。ランキングでもご紹介したんですが、
電子書籍では通常のモノクロ版はもちろん、はい、カラー版も配信しているんですね。はい、で今日実際に見ていただこうと思いまして、はい、画像をご用意しましたので、まいまいはこちらの iPad で見ていただいて、はい、視聴者の皆さんにはカラー版ちょっと見にくいと思うので画像をご用意しました。こちらご覧ください。お、ワンピースだ。はい、少年漫画ジャンル1月の売れ筋ランキング1位になったワンピースのカラー版ですね。色が綺麗ですね。そうなんです、ね、綺麗、すごい、はい、なんか思ったより綺麗ですね、うん、デジタル着色されてるんですが、うん、本当にワンピースの世界観をそのまま表現しているというか、すごい、シャンクスの髪が赤い、はいそうなんですあ、カラーで読むとなんか迫力伝わってくるものもなんか違いますね。そうですね、あの有名なシーン、海賊王に俺はなるのシーンもカラーだと、ね、ルフィがこっちまで出てくるぐらいの、素敵、はい、これは電子書籍に大きな魅力ですね。まだ好きな人だったら特に、まあ、電子書籍だとカラー版があるですが、通常の本とあまり見かけないというか、まあ、作品によってはあるとは思うんですけれども、やっぱり通常の本でカラー版を出すとなると、うん、色付けの他にカラー版用の印刷だったり、カラー版に適した紙を選んだりと、実は結構お金がかかってしまう。そうですね。でも電子書籍であれば、うん、色付けしたデータはそのままデータの状態で販売できるので、まあ、膨大なコストがかからずに販売ができるという形なんですね。前番組忘れて見入ってるって感じです。すみません今話聞いてなかった。あとでじっくりと読んでみてください。素晴らしいという、ね、はい、ハマっちゃいますねこれ。それぐらい魅力的だっていうことなんですよね、うん、ちょっと読み続けてていいですか、はい、っていう感じ。番組放棄しそうですね。まだ3つ目のポイントあるんじゃなかったですか、はい、そうですね、はい、あ、どうぞ。その前にですね、はい、電子書籍ならではの、はい、作品の2つ目が そうでしたあるんですが、はい、2つ目の電子書籍ならではの作品というのが、うん、まあ、在庫がわずかで入手困難な書籍だったり、うん、電子書籍のみのオリジナル書籍になるんですね。と、うん、はい、ことはもう発売されていないようなものだったり、 そうですね、はい、そういうものもあったり、あとは塚谷さんが本屋さんに行って、探している本が見つからなかったり、あります。お家に帰ってネットで探しても在庫が少なくて買えないという時ありますよね、うん、結構そういう時があるんですが、まあ、そんな場合でも電子書籍であれば手に入りやすいということですね、うん、なるほど、はい、実際に書籍を作っている出版社さんが、出しやすいというのが理由にあるんですけれども、在庫がわずかになっている書籍をもう一度作成して出版するっていうのをいわゆる重版というんですが、重版する場合ある程度の販売が見込めないとなかなか踏み切れないというのがあります、うん、しかもコストも能力もかかりますしね。そうですね、あそこにも書いてあるけど24時間書店っていうのがメリットって、あ、そうなんですね、それもメリットのうちの一つになると思います、うん、いつでも買える、夜中でも買えるのでどんどん買ってしまう、説得力が持ってました。で、うん、どこまで、ね、電子書籍ならではの、はい、そうですね、カラーだったり、はい、もう作られていない本なども探して簡単に、うん、はい、探して簡単に買える、買うことができるということです。そして気になる3番目は何でしょうか、はい、3番目はこちらです。じゃん、24時間いつでも購入できる、うん、さっきまさに出てきた、先にコメントいただきました。でもそれほどやっぱり皆さんが感じている魅力なのかなと思います。だって仕事帰りに本屋さんやってるかなとか営業時間を気にせずに行けるわけですもんね、はい、はい、もう例えば今この番組が終わると10時半とか11時くらいになってしまうと思うんですけれども、そんな時も電子書店であればスマホをさっと取り出してすぐに検索して買うことができる、はい、素敵、はい、そうなんです。まだ勉強になりましたか。勉強になりました。恥ずかしいですね、はい、これからも ねひろこお姉さんに私たち一生懸命教えていただきたいなと思っています。はい、今日も帰って電子書籍チェックしてみたいと思います、ね、はい、以上第1回目の
マイマイの電子書籍始めましたのコーナーでした。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。さあ、リニューアルしましていろいろなコーナーでお送りしました ebooktv、 皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。次回は2月22日の金曜日夜9時から配信予定です。自己出版について今盛り上がりつつあります。取り上げる予定ですのでぜひご覧ください。 ebook ユーザーでもお知らせいたします。また番組を途中からしか見られなかったという方、後日アーカイブ記事と動画が掲載されますので、そちらもぜひチェックしてみてください。さあ、それではまた ebooktv 次回お会いいたしましょう。さようなら。ありがとうございました。この番組はデジタル読書ブックライブの提供でお送りしました。